シンガポールの路面電車は1886年から1894年まで運行していた蒸気機関車が牽引するスティームトラムと1905年から1927年まで運行していた路面電車が存在した。いずれも成功せず、短命に終わった。シンガポール最初の路面鉄道は、シンガポール路面機動会社が運営する機関1000ミリメートルの 路線として1886年に開業した。しかし、利用客の不振で開業を4年後の1890年に、タンジョンパガー選挙会社へ売却、そのさらに4年後の1894年に全線が廃止された。1901年に設立されたシンガポール電気機動会社の運営により、電気を動力とする間ミリメートルの路面電車が年に、 開業した。しかし他の交通機関との競争も相まって業績は芳しくなく、1927年には全線が廃止された。廃止後はトロリーバスが代替している。ウィキメディアコモンズにはシンガポールの路面電車に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。